うしたん？最悪や。朝ごはんなくなった。麦かな、わからへん。麦か。朝ごはんがなくなりました。こんにちは。おはようございます。あのね、麦かな、多分麦が食パンで遊んでボロボロになってた。もうなんでこうなった。なんかね食べられてないね多分。あ、ちょっと食べたやろな。食べられたというよりかはボロボロにされた感じ。なんかもう粉々になってた食パンが。ほんまにかわいよ。猫が出たが、子猫と、ごまめちゃんたちがね、なくなった。麦が食パン荒らすなんて初めてやけどね。よっぽどなんか惹かれたんかな。めでちゃん、朝ごはんの夢、朝ごはんの夢食べよう。あ、春公園最高ね。あ、春公園よかった。めっちゃ青かった。よし、マミちゃんのウィンブルドン。ああ、確かに。じゃあ見あれ、ねえ、だっけ、あのできひんけど個人的にはジュークローネが好きです。やりたいとかじゃなくて好きです、はい。できないので。何あげたじゃんね。かわいい猫入ってる。めっちゃ青くて春い衣装やね。最初の衣装めっちゃ可愛かった。ズボンがさ好きやな。青春公園ってだけあって青いね。私あれは B2 さん、 B2 カラーとして。なーに、なにさ、なんでそんな出たい。5年半前にケイト・ジュークロで公演デビューしたんだよね。すごいよね、本当に。
なんかちょっとエモいね。よいしょ。これ、ね、足もつれそう。あの足がさどうなってるのかがさ全然わけわからへんくてさ、いつの間にかさ足見たら絡まってそうだよね。踊っててあれって思って、みちゃん犬も飼いたくない。犬はいいですね、可愛いねんけど、犬を見る分には可愛いねんけど、お散歩が あれやから。でもあれやっぱみんな猫派やからさ、もともと。猫ちゃんお散歩ない、ない。なんか自由に勝手に気ままに遊んでもらってって感じ、猫は。でも外は出さないようにしてるね。帰ってこなくなったら怖いから。家猫、そう、家猫しかおらん。猫は、まあ、一緒に寝たりできるしさ。まあ、犬もできるけど、寝とったくるし、パン好きやかビーツ、またいい。やだわ。熟慮するんやったら多分1年ぐらいかかんで、ね、脱走したことある？何度か。でも猫はあれなんやな、猫じゃない、麦はビビりすぎて家出てもベランダまでしか家が来へんかったり、玄関から外出てもすぐ戻ってくる あ、行く、やっぱ怖いってなって戻ってる。猫、子猫はまだ分からへんな。グランチも何だよ、メモってどんな感じか、まああれやけど、まあね、ちょっとさ、キウキのやつむずいよね。チームに出力してんだけど、アンダーやろ、よくわからん。お茶が一番、お茶が一番、お茶一番 お茶ほんまに一番ですね。ちょっと待って。ああ、よし。ユカタンはなんかさ、もう、なんかなんなんやろな。てか、ユカタンがほんまに犬に見えてきた。バクニャンさんは、ニャンでだけでさ、ニャンの、何？ニックネームやけど、で猫派やんじゃないですか。なんかユカタンは犬派っていうからもう犬になってきてるよね ほんまに。
かも犬が浴衣に、ね、に見えてくる時もあるほんまに本物みたいになってきた最近浴衣いいな。そうほんまにもう犬にしか見えなくなんかえちゃう浴衣はまあ犬やねんけど犬が浴衣に見えてくる。だん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 。浴衣犬犬みたいというかな浴衣犬犬の実食べてたらもっとすごいことなってると思う。あんな子犬だけじゃ済まない。やばいよ。こんなんなってるよ。やばいよ。犬犬の実をほんまに食べて。肩のアンダーで犬しつはい多分分からへん多分バレないですねそれは。ゆかたんが犬犬と言ったら逆に逃げよう。あーもうそっちもうインドだから人間に変身しちゃう方かよう分からんよう分からんやばいやばい。犬キラーラってなく。やばいな。かわいいかわいいがやばいな。キラララン。キラララララン。アミかわいそう。ちっちゃいからでも確かに言われてみればそうっちゃそうかもしらん。カワウソ感はあるじゃああるな。確かにアミパンダ好きやけど動物に例えたらかわいそう。ちっちゃい動物小動物猫アレルギーって曲ありますなねマジで。あやみやんとか思いながらな一時期聞いてたわ。一時期てかちょっと聞いてた。なんか何やったかなんかで聞いてで、あーなんかあやみやんと思いながら猫アレルギーってあやみやんって思いながら聞いてたわ。どんな曲か忘れた。よいしょ。おはよう、おはようございます。うん、おはようざんすざんすいやおはよう。あー待って、えそんなことありますか。一番下に行くことは今までに一度もなかったんですけど、はい戻りましたか。おはようございます。頑張って上まで戻そうのかい。かわいいざす、ありがとうざす。ふえ。119、わあ明日120だね。すごい。
カナ、カタカタ、ああカタカタがカタカナに見えた。何でしょ、アミのあれでしょ。ミカナさんがカチャカチャなってる。19日見えた。こっち向いてる、かわいい。このショーマンのミカナさんめっちゃ好き。見えるかな、あ見えない、え諦めよ。待って、そっか。今日はあの何だっけ、あれ今日なんか言われた気するな、何だっけ。ちょっとあっち、あ、麦ちゃん、こんにちは。はい麦、どうした。今日ちょっとね、学校に早く行けないということを今思い出しまして、あのやばい、ちょっとマジで危なかった。これはガチで危なかったです。謎に今不意に今日は何分に家出ないといけないっていうのを思い出して、あーまだだから着替えてご飯食べて、よし終わります。でまた着替えてご飯食べてしてたら多分間に合う、まあ、今ならギリ間に合う。近くが出すから、え、それな、やばい。行きます。13位コアビルさんありがとうございます。12位デルノイドさんありがとうございます。11位タツニーヤさんありがとうございます。10位トチマルさんありがとうございます。9位ピーマルさんありがとうございます。8位ムイチさんありがとうございます。7位高政さんありがとうございます。6位ショースノーさんありがとうございます。いつもショーって呼んじゃ。5位ヨモカありがとうございます。4位おでん屋さんありがとうございます。3位トトイタロさんありがとうございます。2位ケイさんありがとうございます。そして1位はカンタムさんありがとうございます。なぎなに、ご飯入れたやん。似合わせに多分の間に合う、まだんで。マジでまだ気づいてよかった。30分までやっとったら完全にあの遅れてましたってなるね。はい、ありがとうって言ったらにゃーんって言ってくれた。猫が麦天才。ではありがとうございました。明日は、明日もかな、7時からなのでよろしくお願いします。ご飯抜きだとか、ほんまにあの漫画、よくある漫画のやつで行くとかやって、こうやって行けない行けない遅刻遅刻って言って、ほんでダーンってぶつかる。かどこで。ではありがとうございました。明日も
7時からなので、あのまたよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。